今日は寒ざらしそばの現場で来ました。準備が始まってます。はい、こんにちは。なんか変なおじさんの映像から始まりました。失礼しました。今日は毎年大寒に行われる、蕎麦の実を水に浸す現場に来ました。この日は、小雪がちらつく天気で、本当に今年は雪が少ないですね。どうなっちゃったんでしょうか。で、この日カゴに入った蕎麦の実300キロ、3000食分を冷たい川に浸します。そして、地元の蕎麦店の方が、この日は蕎麦匠さん、室屋さん、新内亭さんと、あとは関係者の方で、蕎麦の実は残念ながら中身は見れませんでしたが、この中に300キロ入ってます。そしてこの方が蕎麦匠の三島忠さんです。今からの説明を取材陣にしているところですね。はい、でここからユニックでこの下まで落とす作業を今からします。でこの蕎麦の実は27日に水揚げした後、寒風にさらします。で、寒ざらしにすると甘みが強くなるということです。で、この日は気温3度から8度ぐらいですかね。で、水温は4度。いつもより2度ほど高かったようですね。この寒ざらしそばは6月1日から松川町のそば匠さん、新内亭さん、室屋さん、大川の湯で食べることができます。皆さんぜひ、寒ざらしそば食べにお越しください。どうですか、この透き通った水、綺麗ですね。で、ここに浸されましたよ。では最後に私のドローン映像で大帰りの滝をご覧ください。ありがとうございました。